こんにちは。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。この度はメッセージもねいただきました。で、今回はですねちょっとプライバシーに配慮しながらお伝えしたいんですけども、せっかくなんでね一般公開動画にさせていただきます。不労所得もいいですが地に足をつけてコツコツっていう風なね表現なんですけども、実はね不労所得もポンともらえるわけじゃないんですよ。不労所得にたどり着くまでも超超超重労働です。しかもどの情報が正しいのか見分ける力もいりますし、不労所得を手に入れるためにはお金も必要になってくるんですよ。だから相当リスクが高いです。例えば数百万円を積んで不労所得が手に入るかもしれないっていう話なんですよ。だから不労所得がポーンとねどっかから降って湧いたように来るぞ、自分だけには来るぞっていうふうに期待しちゃうと、いや本当に罠にはまります。例えばね、例の2015年ぐらいから始まった例のねビジネスありますよね。ネットワークのビジネスか。あれだって私はね不労所得だと全然思ってないんですよ。このあれは化粧品を仕入れて化粧品を売る、その利益をどう分配するかっていう仕組みだっていうふうに理解してましたし、それを伝えてきてたんですよ。だから大部分は化粧品を転売した時の利益が出ないと成り立たないわけなんですよね。だからすごくバランスが大事なんですよ。でも私が思うところ、化粧品を一本も売ったことがない人が返礼金だけをボンボンボンもらおうとしてる、その割合、需要と供給のバランスが壊れた時にこれが崩壊しちゃったわけなんですよ。で、この仕組みをよく理解した人ってのはそうならないように化粧品を一生懸命売るなり、それから返礼金を過度に期待しなかったりとかってバランスをすごく保ってきて、健全に5年間以上ね、5年間半年ぐらいですか運営してきたんですよ。しかも信用を受ける人にしか広めてないんですよ。でもどこからどうなったのか分かりませんけども、最後のね1年とか2年っていうのは新規の会員で入ってくれるのはいいんですけども、完全に返礼金だけを当てにして借金をしたり大事なお金を持ってきたりとかして、とてもじゃないけども余剰資金とは言えないような危なっかしい生活資金とかを虎の子のお金をドカーンと何百万とか突っ込んで、である人はあ儲かった儲かったつってどっかに去っちゃう、である人はさらにね積み増したお金でもっと儲けようとするみたいな、本当にそれを不労所得化しようと思って利用したんじゃないかなと思います。で、そう考えていくと、このビジネスモデルを壊したのは誰なのかってことなんですよ。で、会社は慎重に慎重に扱ってきて、初期のメンバーも慎重に慎重に扱ってきたんですけども、結局後発のね方がもしかしたらそれをやっちゃったんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。で、私はそれでも化粧品さえ仕入れられるんだったら利益を生むことができるから、コツコツと化粧品を仕入れて売る、化粧品を仕入れて売るってことで、コロナ禍の3年間もちゃんとやってきましたし、それからいろんな制度を使って損失補填も国の方からしてもらうみたいなこともねやりながら、皆さんにもこれをお伝えしてきたわけなんですよ。だからどの道行ってもコツコツなんですよね。これはネットワークビジネスに限らず、その FX だってコツコツなんですよ。結局コツコツやって積み上げないと勝てるようにはならないし、コツコツやらなかった人は資金を失うだけだしね。だから FX で勝った人と負けた人の差って、どっちが一歩一歩積み上げたかってことで、なんか楽ちんしようと思った人ってのは相場の脱落するんですよね。で、あとはね、何をコツコツというのかっていうのもこれ個人差があるんですよ。例えば私51歳なんですけども、51歳でどっかの会社に入社してこの年でね、コツコツと仕事をすれば給料がもらえるっていうふうにはなかなか思えないんですよ。多分私を採用する会社は圧倒的な営業力とか集客力とか、私がどのぐらい有名かってことを利用しようと思うはずなんですよ。もしくは私の人材育成の能力とかね、会計処理能力とかってものがあれば使ってもらえると思うんですよ。で、その上で会社とは深く関わらない、つまり会社には20年30年勤め上げて51歳になった中堅社員もいるわけじゃないですか。で、その人にしてみたら横から入ってきた私が上司になったり、それから同僚になったりするのはあんまり面白くないんですよね。そういったところも考えて、社外取締役みたいな形だったらやっていけるけども、じゃあ純粋に組織の中の一社員として迎えてもらえるかどうかって言ったら、これはもうねコツコツどころじゃなくてもう不可能だと思いますよね。やっぱり組織のその運用からして、で、そう考えていくと、私はどっかの会社に入るためにコツコツ何かを積み上げるっていう方法はもう実質不可能だと思うんですよ。ですんで、一人でお金を稼いでいく方法をやっていくしかないよねって。で、それか畑見に見たらね、いつも家にいて楽そうに見えますけども、じゃあ実際毎日何十本も YouTube の動画を作れますかとかね、
あちこち取材に行ったりとか、新しい情報を収集して、それを吟味して、そこにお金を出したりとかして、で、うまくいったものだけを抽出して皆さんに紹介するってことができますかって言ったら、これはこれでほとんどの方ができないと思うんですよね。だから、不労所得って基本的にないと思うんですよ。不労所得はないけれども、不労所得に似たものは作れていけると思います。例えばサラリーマンの方が退職後に退職金をもらったりとか、厚生年金もらったりしますよね。あれはまさに不労所得を何十年もかけて、お金を出して時間をかけて信用を積み上げて、作り上げたものだと思うんですよ。だからそれと同じような感覚じゃないかなと思いますね。だからなんかこれ不労所得ですよ、はいあげますよってものはないと思いますし、そういうものがもしあるとしたら私たちのところにはね回ってこずに、特殊法人の天下りとかにしかその機会はないんじゃないかなと思いますよね。で、じゃあここから何をするべきかってことなんですけども、答えは単純で、人の喜ぶことをすればとりあえずお金にはなるんじゃないかなと思うんですよね。だから人の知らないことを広めていったりとか、人のできないことを代わりにやってあげたりとかね、そういったことなのかなと思います。ですんで、これからも私はね、多くの人が、忙しくって、とてもじゃないけど手の出せないような、情報の精査をするとかね、その中でいいものを抽出して、実績とともに紹介していくとかね、まあ、そういったことに特化していこうかなと思います。そうしたら、多くの方は日々の仕事で忙しいですから、エッセンスだけを私からね、受け取ることができるんじゃないかなと思います。話戻って、例のネットワークビジネスに関しましても、この3年間、もう、莫大な私もね、取材をしてきました。そして、多くの人と交渉を繰り返したりとか、会ってきました。さらに、お金も使ってきました。時間も知恵も使ってきました。いろんなことをやった3年間の、エッセンスだけを、まあね、週に1本とか2本の動画にしてるわけなんで、別にこの部屋の中にいて、編み出せたものってのはあんまりないんですよ。だから、それこそね、サラリーマンの方が毎日働いていらっしゃいますけども、それ以上のことをして、やっと抽出した情報とか実績っていうのが、日々の動画に入ってますんでね。だから、私も思いますけども、私は他に方法がないんでこれをやってるっていうところが大きいですよね。それから、もう随分好きになっちゃった、慣れちゃってね、この YouTube で皆さんに情報をお伝えするってことは好きになっちゃったんでできますけども、やっぱそうじゃなかったら私もね、もともとサラリーマンですからね、大学出て、地元の中小企業を勤めて、それから幹部候補生になったわけですから、今その会社にいたら多分中堅社員とか部長とかね取締役になったと思うんですよ。でも20代でその道を、まあ、諦めたっていうかね、どうしても自分の会社がやりたかったんで30歳までに自分の会社を持って起業して、それから、まあ、今に至るわけなんですけども、それこそね、自分の苦労をね誇るつもりはないんですけども、多くの方が会社員とかね、お勤めされてる、そして家族を抱えてるっていうところに、フラストレーションあると思うんですよ。でもどこに行ってもフラストレーションついてもあるんで、それをどのようにね、喜びに変えていくかっていうところが、なんか勝負の分かれ目かなと思っちゃいますね。はい。まあ余計なことも言いましたけども、これからもね、お付き合いできることを私も望んでますんで、またメッセージください。ありがとうございました。